レオンドラグランジュレオンドラグランジュはフランスの初期のパイロットである。版画家としても有名であった。オルレアンに生まれた。版画家としての代表作にはフロランティンページ、エーテンプル、ラブ・ユース、エーユグのガール・ダンサーズがあった。1907年にボア・ザンキを購入して初飛行すると、1908年7月にはミラノでテレーズ・ペルティエを同乗させた。 ペルティエはヨーロッパで最初に飛行機に乗った女性とされる。1908年9月には 25km ほどを29分53秒で飛行する記録を立てた。1909年にはラガーティナー賞を受賞し、イギリスのドンカスターでは公天の中で飛行を行った。1909年10月17日に 10km を7分36秒で飛ぶ速度記録を作った。 1907年にフランス飛行クラブの会長となり、1910年にはレジオンドヌール勲章を受訓した。1910年1月ボルドーの近くのクロワディヒンズで航空事故を起こし死亡した。ありがとうございます。